おはようございます。国さんです。今回のね、動画なんですけども、今ね、私はね、札幌市におります。コロナ後という形で札幌に来てるんですけども、まあね、コロナ太りっていうのも名前最近出てますよね。それで、まあ私もね、3キロぐらい太ったのかなっていうのがあるのでね、ちょっとね、札幌のね、観光地と言いますと、藻岩山のロープウェイ登ってね、展望台ありますよね。そこをね、ちょっと行こうかなと思ってます。まあ、それでね、ちょっと体がやっぱなまってますので、運動がてら行こうかなと。それと、コロナ後のね、この藻岩山、そこがね、今どうなってるのかっていうところをね、ちょっと皆さんにご紹介していきたいかなと思ってます。それでは、行ってみまーす。はい、近くの方までね、来たらロープウェイが見えてきましたね。こんな感じです。今日はめっちゃ快晴です。あー、空が最高に綺麗だ。それじゃ行きますか。今日はですね、7月の19日になるんですけども、現在のね、この札幌の気温なんですけども、肌体感気温としてはもう T シャツなんですけども、日差しがね結構暑いです。直射日光浴びるとピリピリしますね。でもうね、藻岩山の近くまでなんですけども、結構今坂登ってるんですけども、いや苦しいな、結構運動不足がもろに出てます。うわ、まだ歩いて5分ぐらいしか経ってないんですけど、もうハワハワしてますよ。ダメだこりゃ。はい、藻岩山のねロープウェイのとこに着きました。あー、久々に来たなここ。いや変わってないっすね。ロープウェイの入り口こんな感じです。いや天気いいな。やっぱバスもここ来てるんですね。じゃあね、ちょっとお金払ってとりあえずロープウェイで行きますかね。はい、もうすでにここからでもね、すげえ景色最高に綺麗。こんな感じですか。綺麗だ。はい、やっとねロープウェイの方持ってきました。こっからね登っていこうかなと。あのね、モーリスカーっていうモノレール、まああると思うんですけど、それは使わないでこっからね山頂の方まで歩いていこうかなと思います。はい、でここにね自然学習歩道登山道って書いてますね。これですね。はい、書いてます。これをちょっと使って山頂に行こうかなって思います。じゃあね、登山道の方ね登っていきたいと思います。だいたい距離にすると 600m で、時間にすると15分ぐらいって書いてありましたね。それじゃあね向かいたいと思います。いやー今日天気いいからね、めちゃくちゃ暑いわ。でこれは言ってた、さっきの言ってたモーリスカーですね。はい、こんな感じですね。その横を登山道としてね歩くような形になってますね。はい、ん、こっちが登山道でこっちが自然学習歩道ですね。こっちはゆっくりなんだよね。でなんか登山道の方が傾斜が急なんで、ハイヒールサンダルっていうのはこっちはダメみたいですね。まあそれ履いてる人はこっちの方が緩やかなんでこっちですね。今回はねこっちきつい方をねちょっと行ってみようかなと。こっちだと 200m って書いてありますんで、はい、行ってみます。
んでいいっすね。はい、コロナ太り対策こんなんす。結構きついっすよ、マスクつけてる場合。きついきつい。じゃあ頑張って頂上行きます。すでにねちょっとしか登ってないんですけど、急だったんでね。いや結構登ってんな。はぁはぁしてる。でもね新緑綺麗だね、緑が。天気もいいしすげー最高。いやいいわ。気持ちいい。いいねいいね。うわすげえ登りだ。いや、これっすよ。こんな急なんですよ。でもまあ石段わりかし綺麗ですね。はい。あ、もう頂上なんだ。早いな。まあ 200m って言ったんで近いっすね。はい。もうすでにね、びっちょり汗。いやーでも健康な運動最高っすわ。こんな感じです。じゃあね、屋上に着きました。いやー展望台着いた。景色はね、こんな感じになります。はい、いやー綺麗だね、最高。ちょっと向こうの方が見やすいんで、ちょっと向こう行きますか。はい、こちらになります。いやー天気最高だね。こんな感じです。いやー何年ぶりだろう、3年ぶりか4年ぶりぐらいかな、来んの。最高。いやー空もねこんな感じで、いやー超綺麗だ。やっぱいいね。はい、次はねこちらのね旭山
記念公園の方に来ました。いやー、ここまで来るの結構大変だった。あのですね、最寄りの駅がね、円山公園って言ってこっちなんですよ。ここね、公園来るまでずっと坂なんですよね。ここね、タクシーとか来ればいいんですけど、コロナ太りがあったんでね、円山公園駅の地下鉄の駅なんですけど、そっからね歩ってきました。何キロあったんかな、2キロから3キロぐらいあったような感じだと思いますけど、はい、ここもね、景色がね、綺麗な場所らしいのでね、この展望広場、噴水ですね、ここら辺をね、向かっていこうかなと思ってます。ちなみに、現在地がね、ここなのでね、ここからね、ずーっとこんな感じで森の中をちょっと歩ってきまして、最終的に展望広場の方に行くような感じですね。じゃあね、ちょっと行きたいと思います。入った感じはかなりシーンとしてますね。やっぱ中心のところから外れるとやっぱこんな感じなんですかね。いや、いいとこっすね。静かで、ちょっと虫いますけど、虫嫌いな人はちょっとダメかもしれないですね。坂も結構急だな。うわ、すげえ急だ。いや、めっちゃ急だなこれ。中央の、ね、広場のとこまで歩いていきます。そこまでカットします。はい、じゃあね、やっと上がってきました。あとこの階段登ればね、広場のとこになるんでね、あとちょっとです。はい、はい、上がりました。広場はね、こんな感じになってますね。これが一番中央の場所ですね。まあ今日は暖かいんでね、結構人はいますね。ちょっとここ上がりますか。うわー、すっげーな、これ。ここが観光スポットの一つみたいですね。こんな感じでなってます。いやー、綺麗だね。藻岩山の方と比べるとこっちの方が標高は低いけど、景色はいいですね。で、人はね、こんな感じで、今ね、時計で言うと、だいたい5時、ちょっと前、4時半ぐらいなんですけど、で、今日土曜日です。コロナ後のね、今日は4月19日なんですけども、公園の入りは、こんな感じみたいですね。いやー、この景色、最高です。じゃあね、とりあえず、展望台はあんな感じでした。はい。それじゃね、もう一箇所のね、展望台が下の方にあるみたいなんで、今度こっちの方に行きます、はい、でもね、いやー綺麗だわ、最高っすよね。ぜひね、ここ来てみてください。はい、もう一つのね、展望台の方に来ました。あ、こっちはね、屋根とかついて日陰があるので、ここはいいですね。で、景色ですね。おー、綺麗だな、ここもいいですね。景色はね、こちらからね、さっきのところと比べるとちょっとね、見えるところが少なくなっちゃって、木とかあるのでですけど、全然いいですね、景色が。はい、ちょっと高い位置から撮ってみます。こんな感じです。いかがだったでしょうか。今回ね、ご紹介した藻岩山のね、ロープウェイ並びに展望台の部分、それとね、旭山公園の方のね、2つをね、ご紹介したんですけども、まあ結果的に言いますと、コロナ後の4月19日現在のね、この2つの観光地のお客さんの入りはまあまあ入ってる方な感じじゃないのかなっていう感じがしました。まあね、コロナっていうところが心配だっていう方はね、藻岩山はね、ロープウェイを乗らなくてはならないので、この部分については抵抗ある方がいらっしゃるかと思いますので、まあどうしても見に行きたいなという方はね、タクシーとかで車でロープウェイのね、到着地点のところまで行けますので、そういうようなね、形をとっていけば、まあコロナに対する心配はね、減るんじゃないのかなと思います。それとね、もう一個紹介した旭山公園の方なんですけども、こちらの方はね、ロープウェイとか乗らないで車で行けるような場所なので、こちらの方がコロナに対する心配は減るんじゃないのかなと思います。徒歩で行くとかね、
公共交通機関を使ってプラス徒歩で行くという形を取ってしまうと、最寄り駅からね、やっぱり2キロ3キロ歩いてしまうような形なので大変なのかなと。今回私みたいにね、コロナ太りとかっていう形でそれをね、対策するような形で行きたいっていうんであれば、徒歩を使って行くのもね、運動がてらという形になりますのでいいんじゃないのかなと思います。はい、まあ今回ね、この2カ所に行きましたけども、私個人的にはね、すごいリフレッシュできたなっていう感じがします。藻岩山のね、展望台の方はね、札幌のね、観光地としてはめちゃくちゃ有名なところなので、この動画を見ていらっしゃる方はほとんど知ってらっしゃるかと思うんですけども、旭山の方はね、まだ行ってない方の方が多いんじゃないのかなと、観光者としては少ないんじゃないのかなと思います。まあどちらもね、景色がね、すごくいいところなので、ぜひね、この2カ所行ったことがない方はね、ぜひとも行ってみてください。今回のね、動画がね、ちょっとでもね、良かったなと思いましたら、グッドボタン、高評価の方ね、よろしくお願いいたします。それとね、まだチャンネル登録をしてない方がいらっしゃいましたら、下の方にね、チャンネル登録のボタンがありますので、ぜひともチャンネル登録の方をね、よろしくお願いいたします。それではね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、あざっすー。それではまた、バイバーイ。